街路樹ですよ。ビッグモーター。ビッグモーター。絶対一緒に。うちの社員辞めていきますよ。あれ好きだ。社長、前見てください前。知ってますかこれ。これですこれ。これですよ。この街路樹ですよ。街路樹。植木です。枯れてるじゃないですか。うん、知ってますかこれ。知らん。なんでか。ニュース見てないんですか。ビッグモーター。ビッグモーター。ビッグモーターに疑惑がかかってます。除草剤を街路樹に撒いてるんではないかと。まあ景観良くするためにじゃないですかね。はい、商品が見やすいように車ですね、うん、これですこれ。これ前のマクドナルドと比べてください。こっち分かれてますよ。なんそれ。ニュースになってます。ニュースになってます。そう、はい、街路樹は街路樹。うわ、他の店舗もやってるの。名古屋市調査してます。嘘、はい、マジで。マジっす。すごいな。どうなりますかね、ビッグモーター。わからんけど、まあね、社長もなんか家変わったとか言っとるけど、はい、上だけ変わっても変わらんよね。まあ言い方悪いけど。まあそうっすね。だってさ、全員が全員じゃないよ。ダメなやつがあるとこって。上がダメだと上ダメだろ。まあじゃあみんなじゃない。もうでも本当に、はい、ビッグモーターがわからんよ。その新しい社長さんがさ、はい、会社変えるんだって言って。本当に人だから、結局車屋はまさに人でしょ、はい、商品が。もう3割4割やめる覚悟で。そう、入れ替え企画じゃないけど、考え方がこういう風なので、多分数字出したら何でもいいっていう世界でしょ。そうせ、それとね、お客さんを喜ばせようとか数字じゃないじゃん、はい、俺らのクレーム対応でもそうじゃん、はい、嘘つきゃいいじゃんっていう考えで入ってくるやつおるじゃん、はい、他の塗装屋で働いてたやつって。ですぐやめていくじゃん、はい、店が見えやすいように。見えやすいように。俺死が切るんだ、切り落とすんだ。だから枯らして倒れる恐れがあるから切ったんやと思います。映したって切り株状態ですよ。事故が発生する現場って書いてある。はい、この会社の真横の店舗以外でも全国各地であるみたいです。これそう、まあ、会社が事実と。いやー、認めてませんけどね。現場判断ですって。あそこまでや。美観を守るために除草剤を除草目的で撒くことはありますみたいな感じで、そのいい意味と悪い意味、めちゃくちゃ真剣に仕事しとったんだろうな、はい、でそれがもうお金至上主義でやっとったのが、絶対自分に返ってくるだろうな、こんなことやっとったら。まあ、これだけの大企業のすごい会社じゃん、はい、その悪はそう簡単にやっとった。一台で気づいたんでしょうね、たまに。じゃあ結構あれとかさ、ちょっとお金がないねってパッて一人社長さんがやるのは分かるわ、はい、1回や2回、はい、やっちゃったみたいな。どうしても明日支払いがなくてみたいな。はい、わかるけど、まあまあ、組織でやっとったって。はい、そんなのね、年間10万円何万とか、はい、何万とか、ね、人だから。うちの会社も人だから。俺が逆にお金至上主義ってうわーって言い出して、はい、ちょっと楽しもい、少しでも高く売れ、屋根の上もう変わってこいって。俺行ったらうちの社員じゃ何人辞めてるって半分じゃ辞めてるよ。はい、優秀なやつかあるじゃん。それぐらいメスを入れると、相当じゃない、あるどころじゃない。手足に一回ちぎらんと変わらんでしょ。そうせ。はい、帰ってきました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ビッグモーター、はい、塗装会社でもあると思うんだよね、こういう不正って。組織がでかいから、あなたとか、まあ、ちっちゃい会社でもあると思うんだ。ちっちゃい会社前やっとって、はい、目の前の街路樹からしたろうかな。話すからそう、はい、その儲かっとりゃいいけど、儲かっとらんとやっぱ人間って弱くなるじゃん。そうですね。これ計画出しとって苦しいって思うんだよね、多分。分かんないけど、しょうがないのか。じゃあ塗装会社の不正ってめちゃくちゃあると思うんだけど、はい、ビッグモーターなんか非じゃない、ね、塗装会社ってあると思うんだけど。そうですね、バレないと思うんですよね。しかもだから大企業ってないじゃん、塗装って、はい、大企業になれないんだって。なんでって言ったら、その、まあ、お客さんもそうじゃん、100万ぐらいで頼みたいわけじゃん、はい、だけどハウスメーカーとかは150万200万になるわけじゃん、はい、きちきちってやろうと思ったら150万200万になる。あ、これ前も動画にしたけど、足場もこれから本足場って組まなかったでしょ、はい、片足で組んどった。今俺らも組んどるよね、はい、物上いいから。だけどそれ全部本足場じゃないと建設業者がやられるって言うけど、じゃあそれ全部やるって。ちっちゃな塗装屋さんがやれないと思いますよ。動画で一回言ったような値段が上がりますと、はい、だからもともと15万ぐらいで組んどった足場が25万から30万ぐらいかかるんだから、はい、倍組まなかったから、はい、だからそうなった時にじゃあお客さんにも転嫁させなきゃよね、それを。そうですね、うん、お客様負担ですから、うん、まあ、ちっちゃいってうちもちっちゃいけど、やりますかって。でこれ大企業だったらもっときちきちきちってやってかなかったわけじゃん、はい、そしたら本当に俺らが100万で売っても150万で売らなかったわけじゃん、
はい、しかしね、うちなんかも職人も全部抱えとるね。これだけの規模でこれだけの価格帯でちゃんとやっとるじゃん。かなりちゃんとやっとる。俺が自分で嫌だったから、塗装の職人さんも一人上がってばっかだろ。大きいところ頼んでるわけじゃないじゃん。5、6人、10人のところ頼んでるわけじゃない。みんな一人上がって頼んで、シーリングも自社だろ、はい、足場も自分のところだろ、はい、ちょっと高い外注頼んだら、そこやってきたから。そんなことやったらこれ100億、200億、300億、500億できないよ。他に何が不正がある？シーリングだよな。シーリングは間違いなくありません。シーリングなんかもう儲け塗装でかぶせるもんで、はい、俺も本当は明るみに出たら大企業こんなことやってたら大事だよね。はい、ちょ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 やってるわけだろみんな。やってません。いや塗装屋さんでコメント入れてほしいわよ。足場屋さんでもいいわ。足場屋さんなんか、まあ、結構視聴者多いもんで、他にも言われる。ペンキですね。下塗りを薄める。上塗りさえ真面目にっていうか綺麗に塗ってたら、うん、下塗りはもうかぶせていくんでわからない。そうそう。でお客さんってさ、材料費のことすごい不安視するけど、材料費じゃなくて薄塗りするメリットって何なの？同じ量で倍以上塗れるとか。スピードも速いの？あ、塗りやすいですね。塗りやすい。全然工程が違うじゃん。そうそう、工数の方がでかいから、はい、1リンクお客さんに2万5千円ぐらいかかりますよ。1万5千円ぐらいって言われたけど、いやいや、社会保険もあるし、車も出すし、養生費もかかるし、そんなね。じゃ大企業の大体1コースの5万円とかでしょ。そうですね。そうすると合わないじゃん、企業的に。合わないです。管理費もあるからな、それに対する。だ下の値段が安いからさ、1本ケチったところで、人件費、人件費ですね。でかいんでね。はい。だから薄くなるんだと思うんだけどね。はい、窓回りとかで何だろう、ハケ。はい、刷毛拾うんだろう。はい、そうです。刷毛拾うだけで1人間があるんだったら、まあええわってなるだろう。そうですね。そういうとこじゃない、はい、下塗りとか、あとはケレンですね。錆落としきらないとか。ここは難しいよな。じゃあ俺はもう要もメタボも全部取れって、錆って。いや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 、1種2種3種みたいなのなんか結構調べて、はい、まあ、知識武装してるわけじゃん。一応錆止めって今錆固めみたいなのもらっとるから、はい、そう簡単やねんと思うけど、やっぱ5、6円出てくるやん。出てきません。じゃあ100錆取れって言ったら、この価格じゃ無理だよ。だって、まあ、手すり10メーターって5万円もらったとして、メーター5千円で、うん、錆取ったら俺交換した方が安いもん。はい、30万円出したら交換できるだろう。そうですね。ランニングコストもそっちの方が安いかもしれないですね。安いってこっちも安いもん。いやいや、その錆にもよるけど、はい、極端に言ったらもう錆止め入れないとか。まあまあそこだよな。そこになっちゃいますよね。今の錆止めってなんかめちゃくちゃいいやつじゃん。いろいろあるじゃん。1液のやつ、2液のやつ。錆止めもそうだよな。俺らはもう本当に全部手間食って2液のやつ使うから、はい、もう合体しただけで効果が始まるとか、はい、いろんな効果があるから、錆の強力性、密着性もめちゃくちゃ強いから、プロが使うやつだからさ、はい、なんか普通の塗装屋さんってそこまで使うとこないでしょ。そうせんだろ。1液ばっかり。1液だろ、はい。そういうとこだよね。まあ俺塗装の方がいいんじゃないと。枯れ木、だから木、植木、はい、やったん、はい。だから俺はそれがすごいなと思うな。組織でやったことだよね。まあ認めてないかどうか知らんけど、まあ何店舗かやってるもんで、まあ半分装置みたいなもんじゃん。そうっすね。でそれを俺が例えばインチキしようって。そんなこと社長言い出したら、多分うちの社員辞めていきますよ。今まで何真面目に言ってたのに、そんなことで始める。漏れるだろうって、そんなこと。漏れるだろう、絶対にって思う、俺は。はい。お客さんに耳に入っちゃうでしょ。そうですね。お客さんと接する人たちって職人とかで、職人なんかもう多分本当にいいとばっかりで、多分半分やめるよ。そうですよ。半分以上じゃない。そんな仕事できへんぞって。できへんぞってやつばっかじゃん。はい、もうちょっとやってみていいよって思うとこあるもん。まあ、じゃあ僕は見てねえからって笑ってしようとあれですよ。いやいや、中もやめるだろう。はい、いやいや、そこまでやらねえよって。ね、値段ワンワンワンって怒るやんみんな。はい、そこどこまで、その本当ビジネスからどこまでなんだって。俺は100万を150万にしやええよ。いや、お客さんいねえよ。うちのレベルめちゃくちゃ高いだろ。お前高いっす。他の塗装屋から来てびっくりするだろ。そうっすね。ここまでやらんでいいのにってぐらいやってるだろ。はい、観光検査行った時、江藤君の仕事っぷりよりはびっくりしたんですよ。覗き込んでも見えないところまで刷毛入れてたんで。そうです。ええと思って、ここまで入れるみたいな。本当にデラコばかりだよな。はい、まあいいよ、もうちょっと手抜いてちょっと値段下げてくれって。仕入れお前一現場5人でやるか4人でやるか、お前50頭だったら1人口だったら50頭だったらすごいぞ。はい、3万が50人で150万じゃかかる。そうですね。これ言える？俺の社長さんに。そう言えないですよね。言えんだろ。はい、だから自分が強くなれる。少々恥ずかしいこと見せてもいいし、偉そうに怒るだろ俺。いや恥ずかしいんだお前こと言ってとか言って、はい、大組織だから高まってくると思うけどな。ちっちゃな会社だから、その目の届くところだから、ルールで怒るんじゃなくて、やっぱり人としても正しいかどうかってい
ていう判断ってあるじゃん。はい、難しいな。だから本当に俺は治らん、5年やそこで治らんでしょ。治したらすごい軽欲なんですよ。そうですね。あ、いい動画になったんじゃない。はい、難しいよね。うん、まあ、俺好きだよ、めちゃくちゃ好きだけど、儲かってもねえのにいくものってさ、プリウスだって俺がレクサスだって買わないやろって。あやかやはいいんだよ、別にもちろん趣味で一生懸命頑張ったご褒美だったから。はい、ゴルフでもそうじゃん。昨日高いとこ行ってきたらめっちゃ綺麗だった。だけど平日で1万8000だぞ。高いっすね。高いよ、平日だから7000円で行けるじゃん。はい、だからいいとこ連れて回って、まあ、それでも俺頑張ってご褒美じゃん。はい、だからたまにはこういうのもなって。はい、だけどもうそれしかできなくなる人なんだろ。言ってたじゃないですか、ゴルフ場はここしか行きませんみたいな。そうそう、おしょうだろ。一番高いやつか。言ってたじゃないですか。あいつと平日行って行かない人の3倍だ。はい、初めてあいつとプライベートだった時、はい、なんだこの大変で、あいつも俺何やっとるか商売やってるって言ったもんね。はい、こいつ金持っとるなと思ったもん最初。はい、でそれが詐欺師の手だろ。まあ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 、金持っとるように見せつけるみたいな。はい、そうですね。いいですか。はい、ありがとうございます。まあ、もうそうそう、昼で昼飯食ってお前一番楽しむわ。はい、それが一番楽しい。はい、おかまなんですいません。はい、頑張ります。せーの、また見てねー。